皆さんこんにちは。こんにちは。じゅんちゃん、はい、今日はどこにやってきたかと言いますと、はい、どこですか？ここは東京です。東京、うん、東京駅。東京駅、はい、今日はね、うん、大丸、はい、大丸東京店にやってきました。新しい。なんで？なんでだと思うでしょう。なんとですね、はい、大丸にはゴルフのショップがめちゃくちゃ入ってます。してた？知らない。知らないよね、うん、一気に見れたりしたらさ、うん、楽じゃん。楽。ネットよりさ、やっぱ実物見たいし。そうだ、着たいしね。今回ガツンといろんなショップを紹介していきたいと思います、はい、大丸の稲垣さん、お呼びしています。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあまずぐるっといろんなショップを、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。回しながら行きます、はい、てかまず最初から私見たことないもん。違うよね。ユーローズですか？ユーローズ。ユーローズはいろんなブランドのセレクトです。私服でも着れそうな商品がいっぱいある。だって見たことないもんね。見てる。ほらほら、金太郎のパターカバーが置いてあるよ。ここがコモコウメ。ここは知ってる、うん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 、スマイルのカーディガン。これウィンドブレーカーです。ウィンドブレーカー、コンパクトになる。これ服なんですか、はい、すごいね。すごい。ユニクロのウルトラライトダウンより小さくなる。ちっちゃいね。確かに薄い。薄い。すごいね。どこのなんだろうね。これどこのなんですか？これはユーローズのオリジナルで作ってます。オリジナルなんだ。のハンドメイドの作家さんにお願いして作ってるので、ショップの限定です。お、じゃあ人と全然被らないってことですか？被らないです。すごい。すごい。何ブランドぐらい？10ブランドぐらい入ってます。ここだけで10ブランド入ってます。はい。はい。すごい。もうすごいね。じゃあどんどん行きますよ。どんどん行きます。アバビラルさん。ね、アバビラルさん。ここが唯一東京に直営店がここでしかない。うんうん、誰の顔なんだろう。ビートルズなんですよ。これ誰の顔。今シーズンちょっとビートルズで来日50周年ということで、日本に行ってビートルズさんのコラボ商品を出して、あ、リンゴのマークついてるよ、うん、もうリンゴのマークちょうどいいですよね。ちょうどいい。ちょうど本当に。私でもね、傘もね、使ってんだよ。あ、そうだね。タイで使ってる。タイで使ってたの見たよ。23スポーツ、はい、いいよね。なんかさ、普通の服がさ、うん、あるじゃん、うんうんうん、あの23スポーツ。そうだね。だからさ、そこの普段でも着れそうな商品が多いイメージ、うん、そうだね。落ち着いた感じのイメージ。うん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 、大人。お、ハーリーゲイズ。わあ、でかい。ハーリーゲイズの敷地が半端ない。華やかだね、柄が。うんうん、かわいい。やっぱかわいいね。マネキンが着てると余計かわいいよ。なんとか柄。これ何柄？千鳥柄みたいな。あ、千鳥柄、うん、そうですよね、はい、年齢とはさ、うん、夢がある服装ができるくない？ハーリーゲイツって。確かに確かに。あの、うんうんうん、いくつになってね、いちご柄とかさ、うん、去年とか出てたけど、うん、いちごね。攻めれる感じ、攻めれる、ね、ハーリーゲイツだから大丈夫みたいな、うんうん、あ、ところあるよね、うん、ゴルフこれ全然邪魔じゃない。ここだから大丈夫なんじゃん。ここに来ると嫌だけどさ、うん、このちょっと短めここだから、そうだね、ヒールにちょうどかかるくらいなんだ。お、キャロウェイです。あ、キャロウェイ、私こんな感じなんだ。爽やか、爽やかだね。ですよね。東京店に入っているのはレッドラインのキャロウェイコレクション。そう、コレクションラインだからちょっと大人、ちょっと上品な感じ。めっちゃ好きなんだけど、そうだね、この感じ。可愛くないこのシャツが。めっちゃ可愛いね。こだわりがある、うん、これめっちゃ可愛くない？可愛い。可愛いんだ。買っちゃうよ多分、うん、ちょっとニット一つじゃちょっと違うもん、うん、いいよね、うん。ゾイのね、披露店にはね、
そう、よくね、よくね、うん、遊びに行ってるから。ゾイの披露店の宮子さんの動画も見てください。キャロウェイの坂部さん、坂部さん、そう、坂部さん、坂部さん、ゴルフブランドやったんですよ。ゴルフマンション、そうだね、かわいいこれ、ほんと違うね、うん、ムーミンついてる、かわいい、何ムーミンコラボですか。今年ちょっと北欧のテーマで、北欧流行ってるから、かわいい、今触ってもらってたの全部ムーミン、え、あ、これムーミン、そう、つながった、あ、ここにもムーミンちゃんがミーついてる、全部ムーミンが、え、これもムーミン、隠れムーミン、あ、ムーミンじゃん、ジュンちゃん、ムーミン柄でした、かわいい、これさ、前と後ろで柄がさ、うん、違うのよ、後ろがほら、しまになってる、かわいい、あ、次々行かないと、欲しくなっちゃう、欲しくなっちゃう、買い物しちゃうよ、ね、なんかディスプレイうまいね、うん、大丸さんはダンスウィズドラゴンとブリティッシュジュン・ランド・ロペス、ダンスウィズドラゴン、すごくない、あのキャリーバッグ、柄がやっぱりなんかハロウィンっぽい、ハロウィンっぽい、これなんかしかもさ笑われちゃう、じゃあなんか広がってるのこれ、本当だ、ちょっとこうお尻が隠せるぐらいの長さもね、それメンズだから、あ、そっか、メンズだからか、うまい、あ、これかわいい、かわいいね、これかわいいじゃん、指輪、指輪かわいいね、ほらニットもなんかスマイル、かわいい、誰が似合うかな、ゴルフとかしててもすごいアクセサリーつけてるような感じの人が似合う、似合う、アイちゃんとか、アイちゃんとか、アイちゃんね、うん、アイちゃんこれ着てそう、着てそうだよね、もうね、見て見て、何、あ、私さ、これ欲しかったんだよね、いいじゃん、新しいの買おうと思ってたの、これ出しやすいのが大事なんですよ、出しやすい感じ、ここってさ、生まれるときさ、うんうんうん、なんか生まれないときあるんだ、そうそうそう、こういうのもあるよ、ほら、こういうとこ生まれなそうなのか、あ、でも大丈夫そう、あ、大丈夫だね、これすごい、これ良くない、てか、あの、泥とかついてもさ、ね、洗すぐさ、綺麗、綺麗に取れそう、あ、これいいね、さあ、どんどん行きますよ、はい、じゅんちゃん、次は、次は私がイメージキャラクターを教える順です、おいつもこうちゃんがこれ着てくるくん待ってるからね、そうなの、てか、今季一番おすすめはカーキになります、すごい、かわいいね、ちょっとさ、カーキの色も違うからね、そうなの、あ、じゅんちゃん、いや、カーキ、うん、あとこのグレーのニットが超売れてる、やっぱ女子はこういう淡い系の色が、さらにこれ私がインスタグラムで着てたプリーツ、あ、いいでしょ、これ下はくっついてるやつ、くっついてるやつ、あ、なるほど、安心だね、安心なの、かわいい、かわいいでしょ、はい、次行きましょう、はい、すごい、あ、ビームスゴルフ、すごい、なんかさ、私今ね、それよりここが気になってた、まつげ、マネキンにまつげがついてるよ、つけばじゃん、気になっちゃった、これも、あ、襟もついてる、襟付き、あ、確かにさ、こういうのついてるって結構言われるじゃん、ニットのね、出すか出さないかってところね、うんうん、ついてるから便利、カジュアルだね、うん、ニムスは、私は腰柄なのかな、腰だ、腰です、腰です、ビームスゴルフはね、かなちゃんと言った、かなちゃんはなんかカジュアルとか似合うからさ、うん、やっぱビームスうまく着こなしてるかな、そうだね、なんか男性に人気結構高いなと思うね、うんうん、確かにね、だから合わせやすいのかもね、着やすいし、広いよ、広いね、まだまだありますよ、あ、ワンちゃん、あ、だだ、アシスト持ってないか、新しいキャラクターです、白い犬、ね、アシスト、アシスト、アシストめっちゃ可愛いよね、私も犬グッズがかわいい、これだ、アシストボール持ってるよ、あー、でっかい、ヘッドカバー、あ、入ります、ちゃんとドライバーが、なんかこれ好きそうだね、そう、よくわかるな、私の好みがよくわかる、超かわいいじゃん、ゴルフでしか着れないよ、そうだね、私服で着てたらもうめっちゃおもろいめっちゃおもろいじゃないよ、はい、マンシングウェア、マンシングウェア、マンシングウェアは、うん、ペンギンです、そうです、はい、ちっちゃいペンギン、そういうか、ちっちゃいペンギン、自転車柄です、自転車柄、水色の色合いがいいよね、うん、
バラ、バラだな、バラじゃない、うちらあんまこういうの着ないけどさ。そうだね、ゴルフ女子好きだよ、うん、これはアキちゃんって感じ。アキちゃん、これはアキちゃんですよ、百切りのアキちゃん。アキちゃん、お、めっちゃ大人。これちょっとメン、こっちメンズ側なんですけど、レディースが。キールクリークはビバハートの方が会社よくご存知です。そうなんです、そうなんです、ビバハートの方が大人っぽいブランド、金色。なんか素材がさ、テロテロなんかいい素材を感じる。そうだね、一個一個がすごいこだわり、生地もワンちゃんの。へー、ゴルフウェアです。でもやっぱりお客様は普段使いもよくされる方が多いです。そうですよね。普段からちんちゃん40ぐらいだったから引こっか。覚えとこう。ちょっともうちょっといいですね。結構ゴルフって年ずっとね、いくつになってもできるから、うん、もう可愛くないこの感じ。可愛い。裏地がさ、また変わってんだよね、うん、すごいかっこよく履けてたらいいよね。足細く見える、うん、マネキンだからそうなんだ。行きますか。お、工房もあるよ、すごい。オーダークラブ、フィッティングも後ろに、はい、あります。で、女性のクラブフィッターもいますので、女性の方もいますので。あ、ゴルフシューズ。まあ、本当だ。ファンテルシューズもあるよ。ゴミヒルのさ、うん、バッグ超気になったんだよ。かわいいじゃん。かわいくない？かわいい。かわいい。トリコロール。これめっちゃかわいくない？あ、いいじゃん。そうなの。これはね、ネットで買おうかなって悩んだんだけど、うん、実物が 見たくて。なるほどね。今日見れた。そう。盛りだくさん。これさ、今バーって言ったけどさ、うん、めっちゃ見ようと思えばいくらでも時間。誰か止めてって。誰か止めて。誰かもう帰るって言ってくれみたいな。とりあえずバット紹介したんで、うん、ここにしかないブランドが1点あるんで、はい、そこを紹介したいと思います。はい、わかりました。そこに移動、はい、アドミラル、はい、アドミラル、ね、多分ね、見てる視聴者さんたちもあんまり店舗に行ったことがない。あー、そうかも。ネットでしか、ネットでしか行ったことないかもね。そうそう、私もよくネットで買ってたから、うんうん、大丸にあるんですよっていうのを紹介していきたいと思います。なんでどういう商品があるか早速中に入って、はい、見ましょう。はい、はい、そう、レッツゴー。お願いします。すいません、伊藤さんです。アドミラルの伊藤さんです。お願いします。お願いします。今なんかビートルズとコラボ。そうですね、はい、今期がコラボしておりまして、ビートルズのリンゴのマーク。ビートルズのリンゴなんですね。はい、そうなんです。全然わかんないからさ、ビートルズが、うん、私もとこのアビーロードです。歩いてる、はい、道路歩いてる、はい、アドミラルのコンセプトってどういう人をターゲットにこう作ってるとかあるんですか？結構幅広くて、一応あの40代あたりの方にあのこういうちょっとスカートも短めで履いてほしいっていう、はい、このマークは、はい、ライオン、ライオン、はい、ランパントマークで王冠かぶってるんですけど、もともとアドミラルがあの帝国とか海軍の洋服から始まったので、はい、そういう感じで多分王冠かぶってるんですけど。ブランド自体はもう何年ぐらいやられてるんですか？ブランドは、1914年から始まったので、アドミラル自体は、なのでそこから今っていう感じで、ゴルフがまだ6年ぐらい。あ、はい、じゃあまだそんな。まだそうですね、割と新しい、新しいブランドになった。とかすごいイメージがある。あ、わかる、あのイギリス国旗の感じのね、うんうんうん、
あとさ、はい、この散りばめた柄のさ、うんうん、やつ着てる人よくいる。あ、そうだね、うん、ニットとか普通に着そう、うん、男性シンプルでどれも合わせやすい、うん、なんかそんな柄とかめっちゃ入ってるっていうよりもロゴぐらいなんだから、うん、レディースはあんまり多く価格低くないですか。そうですね、結構男性のお客様の方が多いんですよ。へぇ、でもかっこいいよね、こういう。好き、出た、トリコロール、好き、かわいい、柔らかいね、素材が、はい、すごい、ちょっと高級感あるんですけど、その割のお値段は。へぇ、お値段いくらですか。これは2700円。これは2700円。あ、1200円、安い安い、結構7000円とか8000円ぐらいかな、うん、そうだね、好きそう、男の人こういうの、うん、ね、もうちょっとでもガラガラしない、ガラガラしない、あっちの方がいいかな。彼氏に着てもらうならこれっていう商品を選ぼう。モロシャツ、私こういうのとか欲しいな。あー、あー、いいね、さりげない柄だから、うん、好きな色、色がね、ちょっとでも、もっと私結構これ、こういうの、あ、いいね、私やっぱこっちかな、意外と。あー、そっちね、ベスト割と好きなんだよね。あ、男性の、うん、でもあんま着る人いなくない、なんか、なんかきちっとし、あ、きちっとしすぎか。これは背高い人がベスト着てるとなんかちょっと良くない、うん、なるほどね、バランスが。そうそうそう、こんなシンプルなものもいっぱいある、うん、かわいい、これぜひ皆さんお買い物いらしてください、はい、じゅんちゃん、はい、いつもはお店の人にベスト3とか選んでもらってたんだけど、うん、あ、そうだね、今回は自分たちで選ぼう、はい、お店の中から、うん、何を着たいかね、そう、うん、もうアドミラルだったら私はこの感じで行くみたいな、はい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 、はい、これで行くよとね、はい、よし、じゃあ着替えましょう、はい、チェンジ、チェンジします。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、案外ピンクいいと思いませんか。ゆんちゃんが、ね、選んでくれたこのピンク、うん、なんかさ、あんまりこれぐらいのドーンっていうピンク着ないから、うん、そうだよ、意外に顔写りが良い、うん、明るく見えるよね、うん、いつもやっぱネイビーとか、そうなの、感触が好きだから、うん、分かる分かる、じゅんちゃんはそれなんかまあ普通みたいな感じで、いやでもこのチップをさ下ろしてさ、このビートルズがさすごいいい、これ全柄、全柄、全柄ビートルズ、あとさこれいいね、こうなんかキュンとする、うん、このね、こういう感じね、そう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 、そういう感じでしょ、こういう感じでしょ、そうそうそういう感じ、あ、キュンとするやつ似合う、やっぱパーカー、実はお揃いです。ポロシャツはお揃いです。ポロシャツはお揃い。ビートル柄です。ビートル柄？ビートルズ柄です。でスカートがね、色違いでね、よく伸びる。ストレッチが効いてる。うん、素材があの薄いからね、うん、厚くなくていい。そうだね。こう、着膨れしないね。うん、じゃーん。じゅんちゃん。はい。なんかね、今回ね、いつもと違うんだけど、うん、おねだりしようと思ってたら、うん、なんか好きなの1個選んでくださいって言われる。すごい。そうなん、じゃあおねだりしなくていいんだ。そうなん、選んでくださいってことなんで、うん、選びましょう。はい、わかりました。まあ私結構いつも選んでるから、ここはじゅんちゃんに任せる。そんな、みんなほら、じゅんちゃんのタイへのコメントとかすごいくれてるから、その視聴者に向けて、うん、これ喜ぶんじゃない的な、何がいいか、なんかこのビートルズライン、ビートルズライン、私結構このバッグ好きなんだよね。決まりました決まりました決まりました、このバッグ、このバッグいいですか、お、いいですね、可愛くない、じゃあこれを1名の方にプレゼントしたいと思います、はい、イエーイ。でもさ、あーじゅんちゃん、うん、今回ってさ、うん、アドミラルさんの撮影ももちろんしたけど、うんうん、大丸さんの撮影じゃん、うん、そうだよね、やっぱさ、うん、大丸さんからなんかもらえないかな。そうだよね、やっぱ大丸さんの撮影だもんね、うん、どうですかね、だと思いまして今回は特別にムジークのゴルフボール、ムジークのゴルフボール、もうそんなに見たことないと思うんですけど、うん、これはヘッドスピードが37以下の方が使っていただくと飛ぶようになる。
だからヘッドスピードがすごいある方じゃなく、女性のためのボール。はい、おお。ちょっと1個開けてみて。でもそんなに、あと目立つ色なの。色がまた、あのさ、このマットのやつじゃん。マットのやつ、マットのやつ。探しやすい。赤玉。赤玉。見えるかな。今回は赤玉です。赤玉です。これを、またじゃあ1名の方に。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それだけで終わらず、今回またもう1点。すごい、もう1点。はい、これはベネックスのリカバリーウェアですね。リカバリーウェア。ゴルフされた後に、もう疲れた体の時に着ていただくインナーになります。じゃあ帰りに着替えて、インナーで。車で来られてると、リラックスしてしまって、眠ってしまうケースもあるので、やっぱ家帰った後に疲れた体でこれで休養していただくか睡眠していただくっていう、リピーターが非常に多い。じゃこのリカバリー欲しいね。欲しいよね。ちょっと普通にプレゼントで応募していいですか。応募していただいて。応募しよう私も。ありがとうございます。じゃこれの3点をね、今回はドドンとプレゼント。はい、ぜひしてよろしくお願いします。します。はい。なので皆さんたくさん応募してください。待ってます。よろしくお願いします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。本当にもう一瞬じゃ回りきれないほど店舗数があって、見たことない ね。商品やブランドもたくさんあったので、かなり勉強になりました。ね、ゆっくりね、またゆっくりね、ぜひプライベートで来ていただければ、はい、ゴルフのもの、ゴルフが好きですけど、ゴルフのものはさらにもっと好きなんですよ。もう欲しくて欲しくて新しいものが欲しくてしょうがないから、またぜひゆっくり、ぜひこちらこそ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ皆さん、たくさんのご応募お待ちしています。待ってます。ぜひ大丸にもゴルフ好きな方遊びに来てください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。